過去最強クラスで九州地方に上陸した台風10号、強い勢力でゆっくりと北上を続けていて、県内には週明けに最も近づく見込みです。まもなくやってくる実りの秋、台風の接近に備えて果樹園では対策を進めています。丸々と育った梨、今朝収穫したばかりの香水です。新潟市江南区の農園では出荷に向けた準備が行われていました。生産者が心配するのは台風の進路。定まらないみたいな、来ないと一番いいです。過去最強クラスで上陸した台風10号、九州地方では暴風が吹き荒れ、建物などに被害を出しています。強い勢力を維持しながら日本列島を縦断するとみられ、県内には来週の月曜日から火曜日にかけて最も近づく見込みです。暴風ネットで囲われた梨、さらにこういった棚が揺れないようにところどころこうやって紐で固定して揺れを抑えているような感じになります。こちらの農園では過去の台風で傷がついたり落下したりする被害が出たことから早めの備えを進めていました。今朝慌てて収穫した梨もあったといいます。本当だったら今日ぐらいが台風直撃するような予報だったんで、こうやって対策をできるだけしておいて、被害がなるべく少なくなるようにしてます。速度が遅く影響が長引く恐れもある今回の台風、不安を募らせています。揺れて傷とかがつくと商品価値がなくなってしまうので心配だなってのはあります。風が来ないで梨が落ちないような感じになってくれればなとは思います。気象台によりますと、県内には風の影響は少ない見込みですが、雨については警報級の大雨になる恐れがあり、ここ数日雨が続き地盤が緩んでいるところもあるとして、土砂災害に注意が必要だということです。